ちょっと裏話、イニエスタ選手が僕を見て嬉しいことをしてくれました。それに対して私わらーで、2人で行為しました。さあ、今度はイニエスタ選手がヴィッセル神戸契約延長しましたね。嬉しい限りです。37歳を迎えた誕生日の日に発表いたしましたね。おそらくまあ最後は日本で終えるであろうということなんでしょうね。だいぶ前です。2007年に僕はイニエスタ選手とバルセロナカンプノーの横にある練習場でお会いしたことがあるんですけど、イニエスタ選手が僕を見て開口一番嬉しいことをしてくれました。さて何でしょう、山ちゃん。もう人格者ですから。で、私が日本人だと分かったんでしょうね。バーって来ました。はい、イニエスタどうしました。おはよう。あー、惜しい惜しい。こんにちは。正解、こんにちはってやりました。うわ嬉しい。要は我々アジア人はね、まあ西洋の方、ヨーロッパの方からしたら、まあ、どの国だろうなみたいなのあるんですけども、すぐ分かってくれたんですよ。まあ、どんな言葉でも、まあ、ニーハオでも全然嫌な気もしません。なんかその挨拶をしてくれたってことです。挨拶をしてくれたってことがすごく嬉しくて、うわやっぱりこの人いいなって思った14年後、まあ、13年後、12年後ですか、日本に来て、さらに延長して、で日本でおそらくフットボールプレーヤー選手生命そこで終わらせるのかなと思うとちょっと感慨深いものがありますね。さあ一方です。こちらシャギ選手、シャギ選手がその後向こうからやってきて私を見つけました。さて問題です。シャギ選手、私を見てある一言を言いました。さてそれは何でしょうか。さようなら。さよ、逆に帰れと。アウトソード、いいですね。大喜利ですね。おもてなし、おもてなし、ろくでなし出ませんね。じゃあ答え言いますよ。答えはシャビが向こうから来ました。あって僕を見つけました。バーって言ってきて僕に向かって一言、アウト。アウト。それに対して私わらーで、二人で行為しました。もうね、スタッフ大爆笑ですね。でもスペインのグルーはなんかやっぱ本当に本場のアーチョー見たわって言いますけど、それ多分ブルースリーさんですよね。我々はあんまりアーチョーのことは言わないんで、もう本当その後これが綺麗ですね。はい、そういうことがありました。さあ講義は終盤でございます。乾隆選手、これ、2018年の話ですね。はい、この年先ほども言いました、ロシアワールドカップ、ワールドカップロシア大会があった年ですよね。その本大会前のこれね、5月から多分6月ぐらいだったんじゃないかな。いよいよまあ最終的にメンバーが決まるという段階で、私このエイバルで、これまた乾選手に単独インタビューさせていただいたんですけども、乾選手にですね、これ回ってない時ですよ。ぶっちゃけもう当確でしょ、決まってるでしょ、要はワールドカップのメンバーにもう入ってるでしょって言ったんです。そしたら、いえ全く決まったです。また決まったでしょ。あ、ちょっと落語で、また決まったでしょ。いや決まってないですよ兄さん、ね、いやーだってもうこの時期だよ。だって大活躍して決まってるでしょうが、本当にです。え、じゃあ森保監督から電話とかまずないの、協会とか。本当に待ってるんですよ、一本もないですよ、うん、
なんとだからこの段階で決まってなかったですよ、メンバー。どうなるんだろうと思ったら、その後ね連絡が来て、まあ僕にも決まりました、おかげさまでって連絡くれたんですけど、決まってなかった。そんなもんなんです。でこれ牧選手ね、牧選手ですかね。もうヘディングの強い選手でございました。この牧選手もやっぱり僕あのご実家に行ったことがあってる。で、あのご本人はいなかったんですけども、ご家族とお話した時に、まあ良かったですねっていう、嬉しかったでしょうね。いや本当嬉しかったです。本当知らなかった。え、ご本人もですかって、ご本人も知らなかったんです。ぐらいやっぱギリギリで、要はこれ漏れてしまうといろいろなんかあるんですかね。まあできれば、これはもうメンバーが決まった段階でスカウティングっていうのが世界中で始まります。まあ日本はどんなチームなんだろう、誰がどうだろうっていうスカウティングが一斉に始まって情報収集が始まります。まあそれを少しでも遅らせる、まあ日本のマスコミにどうこうではないと思います。やっぱり全てあのサッカーは戦略戦術ですから、マーキーが入ることによって、システムがね 3-5-2 なのかとかいろいろこう変わってくるわけですよ。だから本当ギリギリだったんですって。で、私のちょっと喉もギリギリです。5分前にもアディショナルタイム終わってて、今最後日本代表のお話をさせていただきました。この時の、まあ、監督さんとは違うんですけども、現日本代表監督が森保さんですね。まあ失礼ながら言わせてもらうと、まあそのお仲間にはポイチポイチっていうね。ちなみにですよ、森保さんのじゃ裏話出してみましょう。森保さんはずーっと同じ理髪店からです。現役時代からです。広島時代からずーっと同じ広島の理髪店ずーっと同じ理髪店から来てます。まあ向こうに行かれた時とか、本当にさあ代表決まった、さあ勝負だっていう時に、わざわざ髪を切りに広島に行って同じ理髪店の同じ人に来てもらってます。ここのなんかこの人、あのこれ言ったら本当に失礼なんですけども、それ俺も切れそうな気がする。いやそんなことないですよ。でもそこなんです。だから森谷さんずーっとずーっと同じヘアスタイルですね。もうずーっと、まあ、こういったところが僕森谷さん好きなんですね。そんな同じ理髪店に通う森谷監督の素晴らしい名言、最後にご紹介させてください。今日の名言はこちらでございます。ドン。うまくいかなくなったら基本に立ち返ればいいでございます。まあ、人生の折り返し、まあ、遠に過ぎて50という節目、半世紀で改めてちょっと響くんです。まあ、皆さんご存知の通り、まあ、我々ペナルティ一度ね、ヘカテカちょっとまあ、休んだ期間がございました。その時に、まあ、もちろん YouTube もそうですし、まあ、密着つきましたけども、2人ともなぜかこう原点の劇場に立つことを目標でやってきたんです。いえいえ、それこそ YouTube でガーンととか、全国ネットでガーンって言ってよかったんですけど、まあ、それはねこうついてくれました、おかげさまで。でも僕らが思ったのは、こう基本に立ち返ることができる劇場の舞台だったんです。僕らは、まあ、27年前に原宿ラフォーレ原宿の、まあ、オーディション、そこの舞台で初めて立った。でそこからスタートした、まあ、それがどっかにあったんでしょうね。やっぱりもういろいろうまくいかなかったです。でなった時に原点である舞台の基本に立ち返る、ここに戻ったんです。でさらにこの YouTube がそうですよね。いろいろやりました。試行錯誤、
あの目の美容院にも行きましたヒデどこ目の美容院って見えたんです。逆に見えてなかったのがあの美容院って見えたんですね。あ、もしかしたら我々の基本はサッカーじゃないかなということで、ペナルティのサッカー大学がまあ開校したわけです。ですからこれって大事だなっていうのはやっぱ森保監督なんせ同じやつだからやっぱりね、原点なんですよ。やっぱ自分はここだっていうのを忘れないためなのかもしれませんよね。もう一度プロになった時のあの、気持ちを、ね、取り戻すためにとか思い出すために同じところに行ってるかもしれません。本当切っても切れないということでしょうかね。理髪店では切れるんですけどもね、今のところは切りましょうかペナルティのサッカー大学、サッカー好きもそうでない方も一緒に楽しみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。